どうもケビースでーす。チョキピース。下げましょう。あ、やめろ。両サイドから。今日はゲストにひわちゃんに来ていただきます。ありがとうございます。なんで来ていただいたかと言いますと、はい、コンボイ君がね、R1 準決勝に進出しました。いやだから。すごい。いや死んだんだってやだ。本日はトモさんの最後の方のやつだ。なんでだろうのフルコースだ。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。かなりコンボイおめでとうって言ってる。もうミスタースリー。もう分かったから頑張らないで。ローになってくる。死んだ。死んじゃないでください、もう俺が通ったばっかりに何度繰り返しても、うん、コンボイが準決勝進んでるタイムリープこれちょっとでもどうなの3分かずっともうて バカ受けみたいな感じじゃん。うん、うん、そうでもない。え、どういうこと？後半の方はちょっとあの自信があったくだりが思ったより来なくってとかもあった、うん、それがね30秒ぐらい長いな永遠に感じた。乗り越えました。なんとかそれは良くないから、うんうん、それだとやっぱ決勝行かないですから、うんうんうん、ちょっと僕らでね、うん、お確かにちょっとその30秒をどうしたらいいのか、いいよ、どうしたら決勝に進めるのか、わあ、ありがとう。ここまでね、ちょっと対策して準決勝臨みましょう。ああ、いいね。チョキピース。やっぱりね、この格好で出たらしくて、うん、コンボイのまま、もちろんもちろん、コンボイ丸出し。最初のね、やっぱその1分ぐらいはいいと思うけど、ちょっとやっぱりね、こうなんだこいつみたいになってきたなと思うんだよ。そのみんな真面目にやってんのにみたいな。あいや、そんなことある。遊びに来てるんじゃねえかってなったら、そうそうそう、舐められた部分があるんじゃねえかと思って。ああ、うん、めっちゃヒゲボーボーにしていくとかは。いや、舐めすぎだろ、だから。舞台を舐めてるの、まず。そしたらもう威厳とか出るしさ。うん、今後も繋がってるし。たけしのさ、うん、あの2000年問題みたいな。生やして、行ってもいいかもな。間に合わないよ、まず。ここも伸びないよ、あと1週間。たけしの展開の葉っぱを食べた時の。展開の葉っぱ ?This is a pain! This is a pain! って言って。切れた時のたけしみたいな。そうそうそう、そう。分かんないんですよ、俺。分からん？俺恥ずかしいんですけど。そう、みんなたけし通ってるけど、俺通ってないんだよ、恥ずかしい。コンボインが、これぐらいもじゃもじゃやったら、いっちゃうかっていうの。はい。虎の巻き。資料があるから。これぐらい。おい、無理だって。間に合わねえって。これぐらいな。間に合わないし、こうはならないんだって。ここまでこれに近づけるから。違う違う、これもうね、才能とかの話じゃないの、これもう。現人だもん。こんなやったら、ネタに厚みが出てくるよな。そうそうそう、変な受け方するって。いや、いいじゃん、いいじゃん。聞いてくれないでしょ、みんな。受けりゃいいじゃんか。うん、なんで受けなかったと思う？その、作り込みが甘かったかな、そこの。作り込みか。振りとかね。ああ、作り込みか。はい。作り込みを感じるのってどういう時かってやったら、うん、作り手の顔みたいなのが見えた時だよな。信頼。そうやな。卵だってそうだよ。うんうんうん、作り手の顔、卵を買う時だってそうだろ。うん、私が生産者。そうそうそう。そう、それ出しとくか、舞台の。コンボイがやってコンボイの写真みたいな。草原みたいなバックで。畑とか。畑とかのバックで。コンボイがこう。途中で出してもいいよ、こうやってガラ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 って。あ、このネタ私が作りました。いやでもそれも余計な時間になっちゃうから。おあのスパンスパンとやっぱり切れ味、切れ味、切れ味いい使い方ある。なんか切れ味か、一回なんか怖い瞬間みたいなのがあってもいい、緊張と緩和で。うん、ああなるほどね。そう、ガスマスクとかは。ガスマスク一人だけ。そう、緊張感あるな。な、緊張感あるけど、でも顔が出ないじゃないですか。俺やっぱり笑顔とか、やっぱ怒った顔とか届けたいんですよ、その表情の変化。ガスマスクして、ガスマスク、なんかカウントダウンすれば。カウントダウン怖すぎる。怖っ。3 2 いや怖い怖い怖い。1カポチョキピース。ああ、いいじゃん。ならない。ああ、よかった。なら、緊張の緩和ではあるけど、それではないでしょう。いや、でも、うん、まあ、でも決勝にコンボイが、うん、あの出てるイメージみたいなのが、うん、見えたら、客席に伝わったら、確かにな。それはいいですよ。そう、だからコンボイが出る前に、はいはい、金剛力士像に来てもらって回し蹴りして、そうだな、両サイドからな、両サイドからブオンっていう演出、あの昔の R1 みたいに。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。まあ、だからそれをイメージさせるっていうのは分かりますけど、うん、用意できないですよ、金剛力士像お二人。いやでも決勝出てる感は確かに大事かも。あ、うん、それは、はい、めちゃくちゃなんか決勝で、うわ、舞台が見えたわとか言うじゃん、なんか、ね、ああああああ、巻いてる感じとか出したらいい。あ
そうだな、めっちゃ巻いてやっと、R1 だけど、R1 のデコンボイで巻きかかるみたいな、そうそうそう順番に見せなきゃいけないフリップとかもう一斉に8枚ぐらい、うん、で、うん、終わったら、もう一回やろう。なんでよあの、あったけど俺は、俺多分ね、止められないと思う、あれは。いや、でもそれはもうないでしょ、できないですもん、予選だから、優勝でもしないとできないんだから、そうなんかな、なんなんだよ、真剣に聞いてんだよ、こっちは。決勝行くにはな、せっかく R1 準決勝の OB たちが来てくれてた、俺真剣に聞きたいですよ、これ。どんな人が決勝行ってたイメージある？俺ら出てた時。土屋とか。土屋とかが言ってたよな、うん、土屋がヒントかもな。土屋がヒント、キーは土屋かもな名前とかも変えれば。あ、何に？ごぼうや。ごぼうや何やだよ何やなんだよ。で、誰に会いに行く？誰に会いに行く？誰に会いに行く？出たりしようか。小坊やで。小坊やで。小坊やで。あの、何ちゃんだったら、何ちゃんに会いたい？トシちゃんに会いに行ったけど、土屋は、小坊やは、小坊やは、ちゃんかわいさん。ちゃんかわいちゃんかわいさんって先にちゃんが。まあでも、なんか誰かに会いに行くネタにしよう。やめてよ。喋り方変わっちゃって、小坊や。小坊やで。二人乗りしてる手にですよ。自分は後ろ側、土屋が前で後ろには小坊やが乗ってたんだってで、去年の土屋のネタと見比べて楽しむみたいな。なりません。なりませんか？なりません。なりません。なりませんか？はい、真剣に考えてください。なりませんか？お願いしますよ。どうしたいとかあるの？いや、もちろん決勝に行きたいし、そうさ、行くためにさ、一番明るいって思われたいから。なるほどね。ああ明るいがキーか。ああ、一番明るいって思われたい。一番明るかったやつ、人生で俺が思い浮かぶ一番明るかったやつは、うん、ヒントちょうだい。まあ、おでんツンツン男なの明るいけど一番明るい。あれやばいんだって、あの一番明るいけど、本場の事件の時のツンツン男じゃなくて、コメンテーターとして、コメンテーターとして呼ばれた時のツンツン男。ほんとすげーって、あの転身の仕方。ひわちゃんが思う一番明るいやつって誰？へぇー、こいつ明るいな。海外から声援を送る、あの、部族のメッセージのね、メッセージを送る。ああ、いいじゃんか、団体の。あと海外にヒントあんのかもな、海外。長いウォータースライダーとかで来ればめっちゃ太ってて、めっちゃジャンプする。ピンネタだー、パシャー。そう、先にプール置いてあって、そこにもう袖からちょっとめっちゃ高い位置からバシャー。先にプール置いてあってがまず無理なのよ。先にプール置いてあってが。じゃあもう無理だよ。じゃあやめてよ、演技でもない。ないんだから。演技で頑張れよ。じゃあもう無理で出したんだよ、こっちは全部。おい、本気出せお前ら。面白い脳みそしてんだから頼むよ。すいません。ということで、準決勝は11日11か。はい、まで、まだ1週間あります。応援しましょう、我々で。ありがとう。なんとして目指すは山口コンボイ決勝進出。ああ、よし、やった。おい、何よ何よ。頑張れ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 。普通にでも嬉しい。嬉しい。最悪最悪。待って、ちょっと待って待って待って、コンボイや。待ってよ、絶対決勝に行くぞ。ああ、最悪。優しい友達2人失った。